えたたりまーす。ありがとうございます。我らの力でこの尾張名古屋の地を、はい、さらに2度くらい上げてまいりましょうぞ。よし、やってみよう。前の方参ってます、ぜひご覧くださいませよ。さあ、ただいまにお届けしてまいりまする侍忍者ショー、まずお届けいたすのは服部半蔵忍者隊の方々の演舞。この忍者隊の方々は戦国の世徳川を家康様を支えた伝説の忍び衆、そして忍者隊のうちには我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞もございますので、最後まで存分にお楽しみいただきとうございます。顔は覚えましたからな、最後までぜひともご覧いただきとうございます。それでは名古屋城侍忍者ショー、始まり始まり、拍手。400年前、徳川家に仕えた服部半蔵を率いる忍びたちが徳川家康様をお助けした。いざよみがえれ忍びたちよ。すべてを見通し変幻する拙者は引き強くの悟り、ひらりひらりと交わしても生きることから逃げるな。春はたどり水槽あっ徳川十六神将鳴海が衆が棟梁にし、鬼の半蔵と言われしは服部半蔵正成じゃ。我ら服部半蔵忍者隊かかき水槽。さあ、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊現世によみがえりては、愛知県をより盛り上げるべく結成いたしたこの忍者である。さあ、その昔忍者というのは情報を集めて主君にお伝えしておった。それを主な任務としておったわけじゃ。その際、敵に襲われた際には我らは戦っておったのじゃ。そんな伊賀流忍者の我らの忍術、皆に見てもらいたいわけじゃ。さて、リン、さて、準備はええか。はっ。それでは、ご覧あれ。みんなにも見てもらった中で、リンが小石を集めて手裏剣術という手投げておったな。みんなが想像する手裏剣術というのは、おそらく鉄の尖ったこの四方手裏剣というものを想像すると思うが、実は身の回りのものを使って相手にぶつけてひるませる、これも手裏剣術の一つなのじゃ。ぜひの覚えて帰ってほしい。さあ、ではリン、もし紐使っておったら。こちらは実は何の変哲もない紐に見えますが、たまたま若が持っておってくれました。なあ、たまたま。こんな偶然なことあるか。さよ、我らは身の回りのものを使ってリングといたし、相手を
攻撃するということもいたしており申したがゆえに、これも忍びの知恵の一つということで、皆ぜひ覚えて帰ってくださりませ。よろしゅう。さあ我らの人数これだけではない、次は悟りじゃな。はっ。お主は何をいたすのじゃ。拙者の人読みの術を渡します。人読みの術、それはまさか人の心が読み取れるとう。そうでございます、うん、ということは半蔵様、うん、もしや悟り殿は拙者がこれからいたす動きを読めるということではございませんか。そうじゃな。では悟り殿、これから拙者がいたす動きを読んでみてくだされ。お、はい、これでいかがでしょうか。まだまだじゃ、これならどうじゃ。はっ。ありがとうございまする、うん、さあこのように我ら忍術を日頃磨いて、この敵に襲われた際には使っておったわけなんじゃけども、現世に磨いては皆を楽しませるためにこのような忍術を使用しておる。そんな我ら忍者隊の応援をよろしゅうお頼み申す。さあそれでは最後に我らの剣舞じゃ。ちょくちょくらんあれ、忍びたるもの忘れません。心に合えば辛くとも共に生きる皆のため、笑顔と勇気を届け合うぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに推参。ありがとうございます。